皆様、本日は私の謝罪会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この度の私の過ち不祥事につきまして、皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、この場をお借りいたしまして深く深く謝罪させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。プシャ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 中古のものだから、あと中国から来てるものだから、まあしょうがないものなんだろう
この台座にね、まず海洋堂の文字が入ってないっていうところ、ここが まずちょっと変だなっていうところ。まあでも台座だけだったら、まあもしかしたらね、中古の販売した時に台座がなくてこれだけ入れたかもしれないっていうことで、まだそれでもね信じれるんじゃないかなって、こいつがアメージング山口本物なんだって信じれるんじゃないかって思ってたんですけど、まあその後にもねちょっといろいろとこう調べた結果、まあ本当にね全部中国のそういうウィッシュとかいうサイトで売られてるものは本当にね全部偽物なんだっていうことがね、まあ身をもってね分かったなっていうような結果です。でまずこの段階で一個謝罪したいのは、まだですねそのアメージング山口のバットマンでーすっていう動画をまだ削除してないんですよ。まあそれはねこの動画を見て、まあ、皆さんにね実際にその動画を確認してほしいっていう意味もあって、この動画を投稿してから1日か2日ぐらいはちょっと残しとこうかなと思うんですけど、まあその後でね削除しようと思います。まあ僕のねおバカっぷりを見てください。僕が間違ったことねつらつら言ってる動画をね戒めとしてねぜひ見てほしいんですけど、まあまずそれをね気づいた段階で削除してないということをまず謝りたいんですけど、ちょっとね僕も面白くなってきちゃって偽物があるっていうことがね、でもう一個ウィッシュで買ってみようと思ったんですよ。でそれが何かっていうとマフェックスっていうねシリーズ、これのアメージング山口とまた別のフィギュアのシリーズで、これねマフェックスっていうシリーズのフィギュア、バットマンのこのタクティカルスーツバージョンっていうこれなんですけど、これは今僕が持ってるこのこれ自体は本物です。これは正規でね僕が中古ショップで買った、まあ正真正銘本物のねマフェックスシリーズ、なんかこういう箱の下にねこういう金ピカシールとかが書いてあれば本物だっていうような、まあ、見分け方があるらしいので、まあ、これが本物っていうことはまあ確認をしているんですけど、まあねこれはもう偽物を見たらね一目瞭然というか分かります。これがねめちゃくちゃねアマゾンとかで高騰してるんですよ。めちゃくちゃ高い価格になってるから、まあ、このバットマンもねすごい高い1万円ぐらいになってたから買ったんですけど、まあ、このマフェックスもめちゃくちゃ高騰してるからと思ってウィッシュで探してみたら同じようにね2000円3000円で売ってたので、まあ、送料込みで5000円ぐらいはたいて、僕はねちょっともう面白半分で買ってみたんですよ。で届いた商品がこちらです。もう中身ね出してるんですけど、まずパッケージから見てほしい。わかるかな違い、皆さんは違いがわかるかな。僕はね一瞬わからなかったよ。こちら正規の方ではよいしょマフェックス64ナンバー64メディコムトイっていうねしっかりとしたロゴが入ってるんですけど、こちらご覧ください。届いたねフィギュアマフっていうシリーズの、まあ、ナンバー64のねフィギュアが届きました。バットマンのタクティカルスーツバージョンっぽいものですね。マフのシリーズから、しかもねノーブランドですね。
していたものだったので買ってみたら、これはねちゃんとした本物が届きました。よかった、ようやくね本物のこちらねアメージングアベンジャーバットマン正規品をね入手することができました。まあ、これがね本物であるっていう証明はどうなんだろう、中古だからよくわかんないけど、でもね明らかにこいつとはね違うんで、まあ間違いなくね本物ですね。もうフィギュアとしてのクオリティというか質感だったりとかが全くもって違いましたね。全くもって違ったので、これはねはっきりと本物だと言います。まあなのでね、この間の動画で登場したアメージング山口のバットマンと遊んでたハーレークイーンのその動画のね内容にはね嘘偽りないですね。でまあ正直迷うところはあるんですけど、まあせっかくだからねもう一度ねこのアメージング山口のバットマン、これをまあ本レビューしっかりとして、これが本物ですよっていうことでしっかりとしたね動画をねまた撮りたいなと思っています。ちょっといつになるかわからないんですけど、しっかりとねこう間違いを正せるようにね、これがしっかりとしたバットマンですよっていうような動画をまたそのうち出したいと思います。まあアメージング山口でねまたバットマンとか、バットマンじゃないジョーカーとかも発売されるから、それまでにはねやっときたいなというふうに思いますけど、まあということでね今日の動画ではですね、僕が間違ってアメージング山口のバットマンだって言ってた偽フィギュアが存在していたというようなことで、皆様にもね改めて謝りたいなということで、そういう動画になってます。まあもうウィッシュとかね、そういう中国系のサイトで購入することはないかなと思うんですけど、皆様もねもしそういうの買うときはね気をつけてくださいね。まあねいろいろ調べる中で僕がすごい納得した記事があって、でそれが確かヤフー知恵袋かな、ヤフー知恵袋の回答なんですけど、質問者さんがね中国でこれの買ったんですけどこれ偽物ですかっていうような質問してて、まあ、それに対する回答はまあもうほんとそういう中国サイトとかに売ってるものはもう全て偽物ですよっていうような断言をしていて、でまあその理由ね、そういうものが売られてる理由というか、販売してる心理、あと買う購入する人の心理とかっていうのもいろいろ書いてあって、そもそもねこう日本人と海外とでは価値観が違うんだよっていうような感じのことを言ってて、あなるほどなっていうふうにすごい納得できたのでね、まあ皆さんもしっかりと、まあそういうのも本当常識だと思うんですけど、もしねそういうことがあるときは気をつけてみてください。まあ、僕が本当にね偉そうに言える話じゃないんですけどね、いやまあ全然違うんだよな、本当見た目パッと見に似てるんですけど全然違うフィギュアなんですよね。まあもう本当にねこういう誤った情報をねお伝えしていたっていうことは本当に反省してね、次に生かせるようにしていきたいと思います。まあ本当にねもう買えるものは買えるうちに買っとけっていう、後悔しないように買っとけっていうような、まあそういう精神でね今後は皆さんにねいろいろと共有していきたいなと思いますので、またねなんか僕が間違ってたことがあったらぜひコメントとかでね教えていただければと思いますので、皆さんも今後ともね僕のことよろしくお願いします。こいつらはまあ処分からもう遊ぶことはないので、箱にしまうか捨てるのはちょっとなんかかわいそう、フィギュア一応フィギュアだからね捨てるのはちょっとかわいそうなので、まあ何かしらかの廃棄処分を考え